皆さんこんにちは。ヴェルディプレイガイドです。この番組ではヴェルディホールで催されるイベントなどの情報をお伝えしていきます。まず紹介するのは8月28日に開催されるワンコインライブ、ちびっ子集まれマジック&ジャグリングショーです。一度で二度楽しいマジックとジャグリングを組み合わせた大爆笑のドタバタパフォーマンス、ハラハラドキドキのジャグリング、何が出てくるかお楽しみ、不思議不思議のマジック、お子様が喜ぶツボを知り尽くしたプロだからできるドタバタコメディパフォーマンス、会場中が笑顔に包まれるショーをお子様はもちろん大人の方もお楽しみください。チケットは好評発売中です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでお買い求めください。次に紹介するのは9月17日土曜日に開催される風間守夫一人芝居、帰ってきたカラオケマンです。日本をはじめスペイン、中国、韓国、アメリカ、ロメーニア、ハンガリーと世界を股にかけ上演された風間守夫一人芝居牛山明シリーズ、こんな時代だからこそ待ってました。牛山明72歳、まだまだやります、歌います、まだまだ見せます、弾けます、笑いあり涙あり感動ありの心温まる物語、帰ってきたカラオケマンをお楽しみください。チケットは好評発売中です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひぜひお買い求めください。次に紹介するのは9月23日金曜日祝日に開催される杉玉作りワークショップです。ヴェルディホールのロビーに以前大きな植物の球体がかかっていたのをご存知ですか？あれは杉玉といい、その名の通り杉の葉で作られています。杉の名産地である高町の杉の葉を使ってマイ杉玉を作ってみませんか？軒先に吊り下げ、杉の香りと変わりゆく杉玉の色の変化をご家庭でお楽しみください。申し込み受付は9月3日土曜日からです。次に紹介するのは10月6日木曜日に開催される講談です。講談は物語を語るのが仕事の伝統話芸です。と言っても難しい話をするのではありません。逆に難しいことを分かりやすくお伝えするのが仕事です。ずっと昔から講談師、見てきたような嘘を言いという川柳も残されています。誇張、勝手な想像、妄想が含まれています。オチはないけど面白いんです。この公演に友の会会員380名を無料ご招待します。まだ会員でない方はぜひこの機会に友の会にご加入ください。なお友の会年間費は無料となっております。招待券の配布並びにチケット販売は9月3日土曜日からです。最後に紹介するのは10月23日日曜日に開催される龍馬四重奏 The Live 2022 in 高町です。今日本国内のみならず海外でも高い評価を受ける異色の音楽ユニット龍馬四重奏、和洋の伝統楽器の一流プレイヤーたちが集結、その演奏ジャンルもロック、ポップス、ジャズと幅広く、カバー曲だけでなく彼らのオリジナル曲もさまざまなテーマソングとして採用され活動の幅を広げています。演奏はもちろん何より熱く魂を揺さぶるライブパフォーマンスが毎回客席に熱狂を巻き起こしています。これからますます人気が上昇すること間違いなしの龍馬四重奏で、その熱い武器をヴェルディホールで感じてみませんか？チケットは好評発売中です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひお買い求めください。それでは次回のヴェルディプレイガイドでまたお会いしましょうね。さよなら。
さよなら、さよなら。